はい、お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアサトです。イン島根、イン出雲、イン氷川ということで、超私の地元に帰ってまいりました。私はね、もう YouTube の動画でどうしてもずっとやりたかったお店があるんですけど、こちら玉木さんです。ここはですね、もう地元の人は知らない人はいないんじゃないか、出雲に住んでて玉木を知らないなんてもぐりだというぐらいですね、みんなのソウルフードのうどんとおそばのファミレスみたいな感じのお店なんですけど、もう今カメラ回してくれてるのはあごちゃんなんですけどね、とにかくあごちゃんも私もこの小さい時から玉木が大好きで、今日ね、撮影許可をいただきまして、もう爆裂にテンションが上がっております私はおばあちゃんとおじいちゃんとの思い出のお店なんですけど、2年ぶりくらいに地元に帰ってきて玉木が食べられるなんてっていうぐらい、もう本当にテンションが上がってるので、今日はですね、地元に帰ってすぐにですね、1日目の美味しい玉木を堪能したいと思います。はい、ということで早速中に入っていきましょう。見てねー。ありがとうございます。やったー、じゃーん。ということで、まず一品目、うどん定食です。これがうちのおばあちゃんがめっちゃ好きだった定食。いただきます。いただきます。まあ、出汁が懐かしい。このちょっと太いさぬきうどんみたいなうどんがね、なんか岡山県うどんらしいよ、玉木のうどんって。うん、うん、出汁が優しいんだよね、透明な感じの手打ちうどんだけ長いよね。おばあちゃんがね、70とかなってもこのセットをペロッと食べとった。もううどんないわ。一気にいくタイプなんだね、うどん。うん、ちょっと間違えた、バランスを。うどんが食べたすぎてバランス間違えたよ。これ、正家飯って言うんですよ。炊き込みご飯のこと正家飯って言うって知っとった？知ってたと思う。ね、多分。茶碗蒸し定食でございます。ありがとうございます。茶碗蒸しのセットを食べます。ちょっと機材に囲まれながらですが。はい、嬉しい。これは嬉しいぞ。大社さんの通りのさ、新聞通りのなんか商店街の中にもあったよ、玉木。私、五円横丁の動画でこっそり玉木食べてるからね。え？まずは思い出のおばあちゃんがよく頼んでいたセット完食です。こんなにね、グランドメニューがいっぱいあるのにね、いつも同じものを頼んでしまう。いや、わかるよ。でもね、これはね、玉木あるあるらしいよ。私だって玉木の冷たいうどんの味知らんかもしれん。なんならこれに、まあ、あのさっきの正家飯がつけれるんですよ。そう、ご飯。あ、そう、でもあれじゃない、そう、なんで島根に帰ってきたんだろうみたいなことをさ、みんなあんまりまだ分かってないかもしれないという。島根に拠点をもう一個構えることが決定してね、拠点作りのために今回島根に帰ってきたんですけど、あごちゃんと二人でまずスタートさせた、お手元プロジェクトというのの一環でね、その拠点作りをしてるんですけど、みんなが心も体も喜ぶ幸せなご飯を一人でも多くの人が食べられますように、取れますようにっていうののね、思いを実現するのがお手元プロジェクトなんですけど、
その作り手さんの思いのある食べ物をその作り手さんの思いごとみんなに食べていってほしいなって、それを伝えたりとか、そういうことが実現できるイベントだったりとかね、うん、企画だったりとか、まあ、映像だったりとかっていうのをどんどん作って、うん、そういう世界を広げていきたいなという思いがあるのがお手元プロジェクトなんですけど、うん、やっぱそのスタートの地はさ、地元がいいなっていう、うん、全国にその活動は広げていきたいけど、まずは地元からスタートしたいっていうことでね、血肉の原点はなんだというところをね、辿ったら、お、来た、ありがとうございます。ありがとうございます。でかい。カツ丼の麺特盛りカレー丼。ありがとうございます。はい、ということで私たちのね、血肉となるのはこちらの玉木のうどんでございます。そうなんです。はい、じゃーん、でかい。カツ丼定食のカツ丼がもうこれがっつり一人前あるんですけど、うん、うどんを特盛りにするとちっちゃく見えるっていう。うん、うん、うん、わっこ熱いよね、うん、あ、だしがめちゃくちゃ効いとる、全部カレーのあんかけみたいな、うん、うん、これ最後白いご飯入れて食べたくなる、うん、あれほら、うん、飛ばんようにほんとだ。そんなにね、枚数ないですから、このお手元プロジェクトの。あの、お手元プロジェクト最中、私、ほぼほぼこのサロペで生きていくと思うので、以後よろしくお願いします。あー、美味しい。鶏肉なのがまたあっさりしとるんだよね。カツ丼。結構本当にちゃんとした量だよね、カツ丼。見てこの汁の量。大盛りご飯やばい量ある。ちょっと入れさせていただきます。失礼します。贅沢。ああやったこれ確かにご飯入れたらもうすごい量よ、多分。普通は。うん。さっきのね、おばあちゃんの食べたやつと比べたら、これぐらいの差の、うん、親子みたいな差がある。うん。うん。良くなりました。天ぷら付き定食でございます。はい、天ぷら。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、ゴージャス。じゃん、次は天ぷらの定食。これはおじいちゃんが好きだったやつ。これ炊飯器いっぱい食べたい、本当に。みーちゃんがね、よくね、ちょっとずつ分けてくれた。うどんにちょっとおいしい。よろずくにしきに。メインが生姜らしい。うん、出雲の生姜。うん、うん、美味しい、この、ん？生姜。ね。
なんかこれも白和えみたいなの美味しいね。うん。うん。レンコン？レンコンの白和え。うん。いいね、レンコン。うん。はい、天ぷら定食完食でーす。美味しい。おじいちゃん思い出した。はい、ありがとうございます。あ、これもあんかき系だ。はい、次は梅とじうどん。こんなに通っとるのに同じのばっかり頼むけ、未体験うどんがいっぱいあるっていう。あ、これなんだ。天ぷらになっとるんかな。あか。うん。うんふん。梅の風味がすごいね。あっさりしとるけど、あんかけだけん結構こう、食べ応えがある。うん、うまっ。梅の天ぷらみたいのが。うん、美味しいこれ。これはでも生姜入れたら美味しいんじゃない？梅と生姜で。うん、あ、もういい匂い、生姜が。めっちゃ合う。うん、卵がいっぱいあって梅が香るのがね、うん、また今までのと違って、うんうん、美味しいわ。新発見だった。新発見。じゃーん、こちらレディースセット。これね、いいよね。この品々あって。レディースセットめっちゃお得だよね。茶碗蒸しも食べれて、うん、デザートもついとって、うん、サラダも、うどんも、ご飯も、ショーケ飯か、うん、ショーケ飯もうどんも食べれて、うん、なんかだけ初めて玉木来てどうしようって迷ったら、さっきのお茶の茶碗蒸し定食かレディースセット食べれば、うん、だいたいこの一連のおすすめのうどん、しょうけ飯、茶碗蒸しっていうところはいける。一通りはそばがでも入ってない、うん、入ってないけど、うん、今回そばね行かなかったもんね。そばもめっちゃ美味しいんですけど、そばはちょっと別件でね、やりたいことがあって、次の機会をお楽しみにっていう。うん。またうどんなくすとこだった。違うね、うどんが長いからさ、持ち上げたら全部なくなるときあるの。茶碗蒸しもプルプルよね。うん、トロントロン。あー美味しい。あとぜひ地元のみんなにこの動画のコメントにさ、マイベストオブタマキを教えてほしい。行ったことあるみんなにはマイベストオブタマキとタマキの思い出が語ってほしいのと、うん、行ったことない人にタマキについてコメント欄を読んでちょっと行ってみたいなと思ってほしいみたいな。選べるデザート、黒ごまプリン。うん、うまっ。え、めっちゃ美味しい。とろとろ。でも私が5人前でお腹いっぱいになるってすごくない？うん、確かに。完食。おじいちゃんおばあちゃんからね、子供ちゃんたちまでみんなに愛される味付けよね。うん。優しい味付けのお出汁の効いたおうどんと、あと
ちょっとね、味のしっかりした証券蒸しと、とろとろの茶碗蒸しと、で、ちょっと今回はね、紹介しきらなかったお蕎麦もあるんですが、ちょっとお蕎麦はね、皆さんにとっておきのタイミングでお披露目したいので、ちょっとまだ取っときたいと思います。はい。もう本当にいろんなメニューがたくさんあって、私たちの思い出と、出雲の人たちの思い出もたくさん詰まっている多摩。ご家族でいらっしゃるお客さんとかも多いから、この幸せな空気感とかもね、すごい味わえると思うので、ぜひぜひ皆さん、出雲に来られる際は、玉木って見つけたら入ってみてほしいなと思います。玉木さんのメニューを紹介できて、本当に YouTube やっててよかったって撮らせてもらえるのが本当に本当に嬉しくて、静岡の人の爽やかぐらいの気持ちだと思うっていうぐらいのソウルフードなんですよ、私にとって。幸せなおうどんとお蕎麦の玉木さんにやってきてもらえたらなと思います。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。これからね、出雲の動画をたくさん配信していくかなと思っているんですけど、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。